この前はどうもありがとう。おかげでいろいろ助かったよ。それで、おじさんの件の続報なんだけど。ん？誰か来るみたいだね。ああ、今の僕は君にしか見えてないから気にしなくていいよ。え？どうやって消えてるのかって？魔法かな？なんてね。大変よ。また歴史の改変が発生したわ。歴史の改変ですか？時の裂け目ではなく？ええ、しかもそこ以外にも細かい改変が発生していて、そっちはトランクスのパートナーが対応してくれてるわ。おっと、君が駆り出されちゃうと厄介だな。悪いけど先に借りるよ。ついてきて。だからあなたたちに調査してもらう。あ、ちょっと、どこに行くつもり？俺がなんとか少しでも時間を稼ぐ。あとは貴様が地球のバカどもを説得しろ。時間を稼ぐったって。ダークだ。ブーに食われたはずじゃ。しゃあ、舐めやがって。しゃ、ベジータ君、協力するよ。触るな。クソ。さーて、張り切っていこう。え？なんだろう、通信が。ゴーマだ！いきなりどこに行っちゃったのかと怒ったら。勝手に行っちゃダメでしょ。キュン、あんた何考えてるのよ。やっぱりキュンの仕業だったのか。早くこっちに戻ってください。あー、もううるさいな。今取り込み中なの。後でね。ちょっと、まだ話が終わる。あー、びっくりした。後で怒られちゃったらごめんね。ま、きっちり解決して帰れば問題ないか。頑張っていこう。そういえば、おじさん、どうしてこの歴史を選んだの？魔人ブーは、私が知る限り、単独で最も優れた戦士だ。従順な手駒とできるなら、それに越したことはあるまい。なるほど。確かに強いもんね。本来なら、おじさんのこともあっさり食べちゃってたわけだし。無駄口を叩くとは、随分余裕があるようだな。おっと、おっかないな。集中集中。結構手ごわいな。助っ人が欲しいところだけど、エネルギーにあんまり余裕がないし。あ、そうだ、そういえばこの前。よしよし、いけそうだ。さあ、頼んだよ。えい、危ないところだったな。誰だおめえ。なんだ、知らねえのかよ。まあいい、
名乗ってやるぜ。俺の名はディスポ。第19中の平和を守るプライドトルーパーズ最速の戦士だ。で、どこだよここ。大会はどうなってんだ。あの力の大会って別の裂け目だし、もう終わっちゃってることになるのかな。君と成り代わらせてもらったおかげでいい実験ができたからさ、感謝してるよ。さーて、混乱してるとは思うけど、今回も助けてもらっていいかな。よろしく頼むよ。プライドトルーパーズは正義の味方でしょ。ぐぬぬ、なんだか気に食わない口ぶりだが、そう言われちゃ引き下がれねえな。この邪悪な木、羽ピンク色したちっこいのが悪党だな。よし、超速の戦士の力見せてやるぜ。すぐだ。あとちょっとで元気玉が完成すっと。やった、なんとかなりそうだね。あとは悟空くんが元気玉を命中させさえすれば。おじさんがもう一人。死ね、孫悟空。せっかくの元気玉が。良い働きだったぞ、もう一人の私よ。当然だろ、この私なのだからな。これであの孫悟空も一巻の終わりだ。孫悟空の死、一体どれだけの改変エネルギーが得られるだろうな。お前も欲していたものだろう、ギュー。勝ち誇るには早いと思うよ。な、ありえん。なぜ無事なんだ。違う、あれは別の時代の。急に呼び出しちゃってごめんね。ちょっと遅れたせいで元気玉の爆発に巻き込んじゃったのは申し訳ないけど、そのおかげでもっともっと面白いことになりそうだ。木が流れ込んでくる。この感じ、あの時だ。君ってやっぱりすごいや。ここからが本番ってやつかな。さーて、本来の悟空君は一旦避難しておいてもらおっと。これをこうして、よいしょ。話が違うではないか。付き合っておれん。私はここで降りるぞ。なんだと、逃げる気か。私のくせに。この時代の私であれば決して裏切らんと思ったからこそだな。自分にまで裏切られちゃったの。うるさい、この野郎を逃がさねえぞ。ここは俺が追うぜ。そこのお前も手伝え。な、おい待て、引っ張るな。おお、あっちは任せて大丈夫そうだね。僕たちはこっちのおじさんと魔人ブーを何とかしよう。いい感じだね。やっぱりこうでなくっちゃ。僕の予測を超えて、もっと。ところで、この頃の悟空くんが身勝手の極意を知っちゃったらどうなるんだろうね。気になるな、確かめたいな、なんてね。冗談冗談、今回は君に免じて、終わったらちゃんとどうにかするよ。今回はね。それじゃあ、ラ
ストスパートかな。気合い入れていこう。さーて、無事に解決できたね。そろそろ帰る時間かな。今は全部忘れてもらうよ。でも、また未来で会おうね。おめえはよくやったよ。こっちがちょっとずるくなっちまったかな。でも、今回はお互い様だろ。次は必ず奥の手なしの真剣勝負だ。また出会えるの待ってぞブー。そちらも終わったようだな、カカロット。あれベジータ、オラどうやって魔人ブー倒したんだっけ。何を寝ぼけたことを。あの妙な連中が何だったんだ。言った、いや、なんかすんげえやつがここにいた感じは残ってる。夢じゃねえ。よーし、ほらもすぐに追いついてやっかんな。